はい、モコフィットネスです、今日もちょこっと雑談始めていきましょう。はい、今日はですね、バッソの、ディアマンテ SV、ディスクブレーキですねの最新の、モデルになります。皆さん思いませんでした？バッソ、そういえば忘れてたなって方が多いと思うんですよ。かくいう私も、バッソのことは知っていて、僕のね、チームのね、ハマちゃん、ゴリラことハマちゃんも、ちょっと前ね、バッソを乗っていたりして、まあ今も乗ってるのかな？はい。ディアマンテを乗っております。で、知ってたんですが、いまいちなんかね、あんまり情報が入ってこないっていうか、あんまり気にしてなかったんですが、まあ、自転車屋さんで勤務してて、何気なくバッソのカタログを見たんですよ。で、まあ、フラグシップを見たら、もう目がそこからね、もう、あれですよ、鳥山明さんの漫画みたいにこう飛び出る感じですよ。最近の鳥山明の漫画は目出ないか。昔の悟空とかもよくね、ブルマのね、あれ見たとき、目飛び出てましたよね。亀仙人とかが。まあ、あんな感じですよ。はい、ですね、つかみは OK でしょうか。ですね、とにかくそれを見てびっくりしたんです。はい、バッソのね、ディアマンテ SV ってことで、これ見てくださいよ、これ。びっくりしません？まあ、知ってたって方は別に驚きじゃないかもしれないですけど、僕かなりびっくりしたんですよ。で、これめちゃめちゃ、まあ、ドグマ買った後に なんていうのもおかしいんですけど、これめちゃめちゃかっこよくないと思って、もう驚きですよ。まずですね、バッソ、このディアマンテというモデルは、もう40年にわたって開発されています。だから、バッソの中のフラグシップはずっとこの40年間かけて培ってるものなので、確かなものです。で、バッソのこだわり、と言いますか、100% イタリア製でございます。それで、かなりなね、カーボンも緻密に計算されて、で、今回のディアマンテ SV、2023年のモデルで、より剛性がアップしました。というのもですね、カーボンは 100%、トーレの 3K、および T800 を使用していて、さらに、一番強度を上げたいところ部分には T1000HM カーボンファイバーを使っております。これすごくないですか？T1000 を、まあ、つまり T1000 を使ってるんです。はい、逃がしたいところは T800 を使ったりして、逃がして絶対たまんじゃいけないところは T1000。 このレベルって、ドグマになっちゃいますけど、ピナレロさんで言うと F9F7 ですね。今のセカンドモデルよりもいいカーボンを使用してるんです。はい。まずここが一つの、驚きポイントです。そしてですね、このね、ディアマンテまだまだこだわりがありまして、まあ特殊なペイント方法なんですよ。を使って、かなり空気抵抗を良くしております。で、塗装で空気抵抗を良くして、さらに全てにカムテールを使用しております。フレーム重量が 990g。で、ちょっとだけ重いんですが、いろんなたくさんのね、乗り味、インプレッションを見ると意外にもっさりじゃないらしいんです。やはりさっき言った T1000 のカーボンを使っているせいか、重さを感じさせなくパリッとした、かかりがあるっていうところで、パリッとしたって僕いろいろなところ見て表現されていたんですけども、全く入ってこない。なんすかパリッとしたって。シャルウェッセンじゃないんだから、まあ、イタリアだけにシャルウェッセンだった。まあ、中盤のつかみはここで OK でしょうか。はい、っていうような乗り味ですよ。パリッとしたっていうので、わかる方はわかってください。僕はわかりませんでした。はい、そんな中ですね、値段ですね。はい、値段はですね、まあいろんなメーカーさんかのところを見ると、だいたい65万円フレームセットですね、65万円ぐらいですね。はい、なのでまあ、デュラエースで仕上げるとまあ100万切るか切らないか、アルテグラで行くとね80万ぐらいで、収まるんではないでしょうか。まあさすがフラグシップの値段となります。で、やっぱりどのぐらいこだわってるかっていうのは、やはりバッソさん的に
には、大手のメーカー、キャノンデールジャイアントスペシャライズドトレック、さらにですねピナレロとコルナゴですね、大手メーカーとさらにピナレロコルナゴのこだわったメーカー、そこに勝つっていうのはもうかなり自分らでもきついっていうのは自覚しているそうで、じゃあどうするのっていうところはやはりその 100% メイドインイタリー、もうそこで勝負しようっていうことでめちゃくちゃ相当仕上がりをよく、されているようで、先ほど言った65万円なんですけども、他の、65万円のロードを見ても比べ物にならないぐらい塗装の仕上がり、そして乗り味パリッとねするぐらい、気持ちよくスピードが上がってくれるそうで、ですね、本当にね、出来のいい仕上がりになっているそうで、皆さんね、さっき言った大手メーカーとね、こだわったメーカー、そのね、中で、さらになんか、人と違うのを乗りたいな、そしてこの先進的なフォルム、マジでね、これね、迷ってる方ね、ぜひね、これ検討してみてください。はい、そしてコメントコーナーです。はい、ですね、朝蓮太郎さんのコメントです、この情報は貴重すぎる、ありがとうございます。今回この動画をねアップしたんですけども、なんとですねちょっとね不手際があって、新作動画になってないんですよ。でこれもう本当多分有料級のお話なのに、皆さんにね最新動画になってないので流されちゃってる可能性があるのでね、ちょいちょいこの動画はねちょっとこうやってね番宣させてもらいます。それほどみんなに知ってもらいたいね内容なので、ぜひねこれ見てください。これ本当にねおすすめです。はい、そしてね次の、コメントです。四方康弘さんのコメントです。ブラックサンダーアイス美味しいですよ。夏場はミントチョコミント味もあったんですが、すぐ売られなくなってしまいましたけどっていうことですね。もうこれはねブラックサンダーアイスに限ってはもう超絶美味しいのは分かってる。ところが今年の初めに、左奥歯の上に、虫歯ができて穴開いちゃって、ブラックサンダーを食べた時にブラックサンダーの石ころみたいなゴリゴリしたチョコレートが中に入っちゃって激痛になって、それから嫌いになった。でしかも、食べてはないんですけども、チョコミント味をもし食べて、そのチョコミント味がここにはまったらスースーするのも相まって、多分悶絶級なことになりそう。はい、ですね今日のねコメント返しはねちょっとパリッとした感じがなかったと思うんですけども、もしよかったら楽しいコメントを、たくさんお待ちしております。はい、そんな感じで終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいねチャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。サイクルジャージインフィニット、あともうちょっとあります。またお会いしましょう。バイバイ。